か、広島からです。最終回を9時で見ようと。楽しみなんですけど、やっぱ寂しい方が一番ですね。この催しは久慈市観光物産協会が開き、大型スクリーンが用意された道の駅山瀬土風館には市民や全国各地から集まった観光客およそ120人が集まりました。午前8時、最終回の放送が始まると、会場に集まった人たちは食い入るように画面に見入りました。そして最後におしまいの文字が出ると、大きな拍手が沸き起こっていました。楽しませていただきました。寂しいです。あっという間でした。たくさんの方は今年は来てくださったので、これが続いていくといいなと思います。久慈市によりますと、4月にあまちゃんの放送が始まってから先月末までに久慈市を訪れた観光客は去年の2倍のおよそ84万人に上ったということで、市ではこのあまちゃん効果を持続させていきたいとしています。